はい、どうも朝日です。今日もですね、本の話をしようかなと思ってまして、国書刊行会っていう出版社を皆さんご存知でしょうか。あんまりその、めちゃくちゃ大ベストセラーみたいな、あの映画化作品の原作みたいな、そういう感じの本がバンバンある出版社ではないんですけど、超売れ筋みたいな雰囲気では全くなくて、むしろその真逆にあるような、なんでこの本出版したのかなみたいな、売れないのにみたいな感じの、色合いが強い出版社なんで、好きな人はすごい好きですけど、知らない人はもう全然知らない出版社だと思うんですよね。その国書刊行会っていう出版社の話をしようかなと思ってまして、っていうのも、国書刊行会、創業から、50周年っていうことで、今いろんな本屋でフェアやってるんですよね。この、国書刊行会、創立50周年、創業50周年記念冊子っていうのを2冊、出して、でこれ無料なんですね。めちゃくちゃちゃんとした本で、なんか図書目録みたいな感じじゃなくて、ちゃんとしたあの対談とか、プチエッセイみたいなのが入ってたりするような感じなんですね。で1冊は私が選ぶ国書刊行会の3冊とか言って、さまざまな、作家たちが、や翻訳者や研究者たちが、自分が好きな国書刊行会の本3冊っていうテーマで、短いエッセイをバーって載せてるわけですね。っていう1冊と、あと国書刊行会50年の歩みっていう、国書刊行会の歴史が書かれた本で、これめちゃくちゃ面白かったです。でこの2冊が今本屋で無料で手に入るとっていう感じで、しかも大人気で、なんかもう増刷しますみたいなことを、国書刊行会が言ってて、多分もう増刷されててっていう感じで、紀伊国屋書店、東京のね、紀伊国屋書店新宿店をはじめとして、なんか国書刊行会フェアみたいなのやってて、T シャツ売り出したりとか、なんかいろいろしてるみたいなんですけど、僕はちょっと今一時的に東京から離れてるんで、ちょっとどんな様子かわからなくて、残念なんですけど、ただこの2冊は、そういうちょっと国書刊行会フェアみたいなのに乗っかってる、本屋さんに行けば置いてありますので、ぜひ手に取ってみてください。で国書刊行会っていう本出版社の、イメージというかね、人によってイメージあると思いますけど、僕のイメージは、海外文学、割とちょっとアバンギャルドな現代文学で知ったんで、そういうイメージですね。で国書刊行会のこう一般的によく言われるイメージといえば、ドンキ本って言われる、ドンキとして使われる人殺せる本をよく作ってるっていうね、のとか、あと一冊がバカ高いんですよね。ものすごい高い値段で、売られてるんで、それは国書税という言い方されたりとか、そういうね、なんか本当に誰がこれ欲しいのかなっていうのは、すごいニッチな本をすごい高値で、売るという感じのイメージがある出版社で、とはいっても、僕がその国書刊行会を知ったきっかけっていうのは、アメリカ現代文学とか、トマス・ピンチョンとかね、そういうのが始まりなんで、それも高いんですけど、国書刊行会の中ではまだ安い方なんですよね。国書刊行会のもともとのトマス・ピンチョンの重力の虹って上下巻で出てますけど、あれ多分上下合わせて1万円しないと思うんですよね。でも国書刊行会の本っつったら、もう本当に1冊で 2,3 万とか、するような本が、あるわけですから、その中では割と安い方なんですけど、それでもね高いっていうね、感じですね。で結構ね、このチャンネルでも紹介意外としてて、例えばですね、トマス・ピンチョンのね、重力の虹の話はしましたけれども、あれはもともと国書刊行、今やね、新潮社が出してますけど、もともと重力の虹は国書刊行会が文学の冒険っていうシリーズで出してて、それを僕は買えないんでね、図書館に通って読んでたっていう感じなんですけど、
まあとか、あとね、デイビッド・マークスのウィトゲンシュタインの愛人っていうのをね、このチャンネルで話しましたけど、それも国書館公開の、単発門のやつですね。で、あとウィリアム・T・ボルマンのライフルズっていう本も話しましたけど、これも文学の冒険シリーズの本で、まあ、割と分厚い本なんですよね。とか、まあセリーヌの夜の果ての旅とか、なし崩しの死とか、まあそういう話もね、しましたけれども、それもやっぱりこの国書館公開で、セリーヌのシリーズを出したんですね。真っ黒な想定で、真っ黒な箱に入った、だから国書ってね、黒い書なんだっていうような、感じで言われてたみたいですけど、まあまあ、それとかこのチャンネルと近いところで言うとね、ウラジミル・ソローキンとか、まあまあ、もしくはウィリアム・ギャディスとか、まあ、そういう作家の本を現在でも刊行してるんですよね。っていうような、まあ、現代文学の割とこう攻めたところを、果敢に出版していって、私たちに知られていなかった本を提供してくれるっていう、ものすごいいい出版社ですね。ネックなのはすごい高いっていうところですけど、例えばラテン文学とかね、アメリカ南米文学ですよね、のシリーズとかもいち早く、出してて、多分シリーズもので、南米文学を出したのは多分国書館公開が最初だと思うんですけど、でまあこの今回この国書館公開50年の歩みっていう、この創業からのね、歴史をいろんな出版、当時の出版編集長やら、が話したりしてるんですよね。でその中には、国書の編集者の樽本修馬さんと、特集翻訳家でおなじみの、柳下喜一郎さんが対談してる対談があったりとかね、でしてて、例えばこの本の中で面白かったのは「ケルベロス第五の首」っていうね、ジン・ウルフの、本が柳下さんの役で出たんですけど、それはもともと柳下さんが文芸っていう雑誌でね、連載してて、それでまだ翻訳されてない本を、企画プレゼンするみたいな、そういう、連載だったんですけど、まだ翻訳されてない本を紹介して、でさらにダミーのね、偽物の表紙まで作って、高橋よしきさんがイラストを描いて、っていうのをやって、でそれを読んだこの樽本さんが、あ、こんな本があるのかと、っていうことで、これを実際に国書館公開で出版したっていう、話とかね、まあそういうこう、なんていうんですかね、こう出版裏話みたいなものがバーって書いてあって、すごく、面白いですね。国書館公開これ読んで、まあ、やっぱり特殊な出版社だなと思ったのは、例えば企画会議がないんですね。出版企画会議みたいなものがなくて、なんか企画を思いついた人が社長に直談判して、これやりたいですって言って、ワンマン社長がいいって言って、明日からやれって言って、で始まるみたいな。でしかもただ明日からやれって言って一冊本刊行するとかじゃなくて、30冊のシリーズものを何年もかけて出すみたいなね、そういうとんでもない本の出し方してて、でしかも超体育会系で、なんかまず出版社に入ったら、次の日からなんか社長と一緒にタケノコ狩りに連れて行かれて、泥だらけになって、なんかタケノコ取らされるみたいな、で昼間から酒飲んでみたいな、なんか割と体育会系のなんか昔ながらの、会社の雰囲気が割と未だにある、感じみたいなんですね。この特殊性っていうのは、この出版社の立ち上がりがそもそも巣鴨に、あった写真印刷の会社なんですね。写真印刷会社で、それがまあその副業としてというか別の部門で出版を立ち上げて、で出版っていうのもなんか専門書でね、お寺とかが、全国のねお寺さんが購入するような戒名辞典みたいなね、ものとか、すごい高い、辞典みたいなものをか、作ったりとかして、なんていうんですかね、受注生産というか注文生産というか、広告で、注文を受けたまって、印刷するみたいな、まあ、そういうやり方をしてたんですね。で、もともと国書館公開ってそもそも明治から大正期にかけてね、国書館公開っていう、のがあったんですけど、それと現在の国書館公開っていうのは何のつながりもない、全く関係ないんですけど、まあ、ここに出てますけど、まあ、見えないかな、この
玉葉と明月記っていう、まあ、日本の最古典ですね。明月記、玉葉、九条兼実、明月記、藤原の定家、この2つをまず最初に刊行したんですね、国書刊行会が。でこの2つはもともと明治大正期に国書刊行会っていう、ところが復刊した本なんですけど、それをさらに、1971年に、この2つをさらにこう現代に復刊した時に、その明治大正期の国書刊行会っていう名前を勝手にいただいて、つけたっていうとこから始まってるんですけど、っていう、まあそういうこう出版社だったんですね。で開明辞典とか作ったりとか、してたんですけど、まあ、ある時木田純一郎さんと荒俣宏さんが出版社にやってきて、企画提案をしてきたんですね。でその企画っていうのは、そのもういろんな出版社に、十何社出版社に企画提案したけど、全部断られて、で最終的にこのよくわからない専門書を作ってる国書刊行会のところに来て、こういう企画やりたいんですけどって言ったら、社長が、なんかストーブかなんかに当たりながら、あ、いつからできるって言って即決で決まったらしいんですね。まあそれで始まったのが、世界幻想文学大全っていうね、木田純一郎さんと荒俣宏さんが監修されて、もう世界中の幻想文学を集めるっていう45巻のシリーズを始めたんですね。この45巻のとんでもないシリーズを、即決するっていうのはね、だから なんて言うんでしょうね、まあ元々のそういう文学とかに特化した出版社じゃないわけですよね。印刷業が専門で、その社長が割と文学は好きだったらしいんですけど、ワンマン経営でおもろいと思ったらやれって言って始まるみたいな感じみたいで、でこれがまあ画期的だったというか、そのまあ幻想文学をという視点で集めたシリーズものみたいなものがまずなかったっていうところがね、一つで、この中にはボルヘスの本が入ってたりするんですけど、まあ、そもそもこの造本を、杉浦康平さんっていうね、伝説の、想定家が担当し、その時点でもうものすごい豪華な、シリーズになったんですね。まあもともとそういう新聞で広告打って、でお寺さん、全国のお寺さんから連絡が来て、それで印刷するっていう感じのね、もう一冊一冊がすごい高くて豪華な本なわけですよ、っていうところから始まってるんで、この幻想文学のシリーズ もうそういう感じでね、もうものすごい豪華にダーンと作ったわけですね。だから国書刊行会がもう常々ドンキ本って言われたりとか、国書税とか言われて無駄に想定凝ってて高くて分厚いみたいな、そういうのはもうここからその伝統が始まってるんですね。っていうところで、そこから、木田純一郎さんと荒俣宏さんのおかげで、なんていうか文学の方に国書刊行会が舵を切り始めるっていうね。で今やこう一般的な国書刊行会のイメージといえば、やっぱり世界文学というか、まあ海外の割と攻めた文学、大ヒット感動作とかじゃない、これ本当に一部の人しか読まないような、長い本を扱うっていう風なイメージに今なってますよね。まあ、最近だとウィリアム・ギャレスの JR っていうね、木原芳彦さんが翻訳されてますけど、あれがまあドンキ本として名高くて、翻訳大賞を確か、取ったんだったと思いますけど、そのような伝統が未だに続いているっていう、ところですかね、という感じでね、今現在な国書刊行会50周年フェアみたいなのをさまざまな本屋でやってるんで、無料ですからね、これまあ、出版関係に興味がある人とか海外のちょっと攻めた文学に興味ある人は読んでみるといいかなと思いますね。まずこの想定が素晴らしいですからね、本の作りもいいし、でこのまあ私が選ぶ国書刊行会の3冊っていう、まあ、エッセイに関してはもうほんと30人ぐらいの人がね寄稿してるんですね、アリス川アリスさんとか磯崎健一郎さんとか伊藤聖光さん、大月健二さんとかね、さまざまな、佐々木敦史さん、木原義彦さんとか、中原雅也さんとかね、もうさまざまな人が私が選ぶ3冊とか言って、
選んでます。まあ僕はね、MC 阿部工房という名義でラップをリリースしたことがあるんですけど、その時にもね、歌詞の中にメルカリで見る愚か者同盟国書観光会っていう、フレーズをね歌ってますから、決して済みとコンクラベメルカリで見る愚か者同盟国書観光会。まあだからね、そのくらいメルカリで見たりヤフオクで見たりするっていうのが基本なんですね、国書観光会は。まあ愚か者同盟はまだね安い方なんですけど、4000円とかぐらいなんですけど、まだそれで安い方ですからね、だから国書観光会といえば、メルカリやヤフオクや、古本屋探してとかね、まあそういう方法でしか手に入らないっていうね、感じ。あとはまあ図書館に通い詰めて、図書館で借りてもね、もう長いんでね一気に読めないですから、時間かかりますからね、もう本当大変なんですよね。でそもそも図書館も一冊一冊が高いから、あんまり取り扱いたくないっていう図書館が多いらしくて、そういう話もね書いてますけれども、まあ、なのでやたらこうハードルの高い、で国書観光会って名前もね国書ですからね。最初国書観光会っていう出版社に出会った時は、もうこんな誰が読むのかわからないような本をこんな、高い価格で売って、これはなんか国がお金を出してるのかなって思いましたね最初。なんか国書っていうぐらいだから、もし出版社で働くとしたらどの出版社選ぶかって言ったら国書観光会かなって思ってたんですけど、この本読んだらね、もう絶対入りたくないなと思いましたね。もうめちゃくちゃしんどそうな、体育会系の、なんていうか、マッチョな、面があるっていう感じでしたね。それはすごい意外でしたけれども。というわけで今回は特殊出版社と言われるドンキ本でおなじみの国書観光会、についてお話ししました。以上でした。ありがとうございました。We'll be right back.